静岡市歴史巡り町話。今日は清水区小島本町の小島陣屋跡を訪ねます。江戸時代中期の貴重な遺構として平成18年に国の史跡に指定された小島陣屋跡。ここには江戸時代小島藩を治めていた滝脇松平家が宝永元年1704年に構えた陣屋がありました。小島陣屋は石高1万石の城を持てない小大名が築いた陣屋でありながら、三段の曲輪や枡形小口、4メートルを超える高石垣など城郭風の構造を持っていたことが分かっています。明治時代になって小島藩が亡くなると、この場所には小学校ができ、陣屋の建物を改修増築して利用していました。藩主が暮らしていた御殿の一部である書院は当時小学校の校長室として使われ、昭和3年に小学校が移転すると、陣屋があった場所から数百メートル離れた別の場所に移築されて、地元の公会堂として利用されるようになりました。旧藩士が記憶を頼りに書いたとされる小島陣屋図、正確とは言えないものの、御殿主要部の間取りは残されてきた書院とほぼ一致すると見られています。この図を頼りに陣屋内の元々の位置に書院を移築する工事が令和4年7月から始まりました。柱や梁などのほとんどに元の部材を使い、公会堂だった時代に変更されていた間取りを元の間取りに戻して復元されることになっています。工事の途中に見ることができるのが、天井が張られると隠れてしまう梁組の材木など貴重な建物の構造。できるだけ元の形を生かしながら、新たに耐震の補強などを加えて復元されていきます。静岡市歴史巡り町話、今日のお話はこれにて。先日見学に行ってまいりました。隠れてしまう梁見てきました。